はい、今世間でよく腸腰筋という言葉が氾濫しております。腸腰筋ってどこにあるか、それすらも知らん、なんかこの辺お腹の辺かなとか言ってるんですけど、はっきりしたところが腰の骨から股関節に向かってついてる大きな筋肉です。これを活性化する、皆さんあるんですけど使えてない。使うにはどうするか、筋肉の働きは縮める、見といてくださいね。はい、こうです。ぐーっとここを寄せます。足上げてるんちゃいますよ。上半身も縮めて、筋肉を縮めて縮めて縮めて、これで腸腰筋、腸腰筋がしっかりスイッチ入ります。で使えるようになります。スポーツやってる方特に、皆さん腸腰筋鍛えるとか言ってるけど、まず使えるようにしましょう。もっと詳しく知りたい人、東天満に来てください。